は、ただいま、歩行者天国に入ってまいりました。繰り返します。神奈川十万石祭りの行列本線は、ただいま、歩行者天国に入ってまいりました。本日は松代藩真田十万石祭りにお越しいただきましてありがとうございます。今年の行列は戦国の真田一族と題し、真田一孝の戦国時代から真田家が松代藩と沼津藩に分かれた真田義光の時代までを行列にいたしました。そして最近の戦国ブームにあやかり、今年も自前の衣装でご参加いただく全国武将憧れ隊を募り、県内外より大勢の方がご参加くださいました。温かいご声援をお願いいたします。それでは行列の銀幕をご紹介いたします。第6年戦士銀金銀大鼓コロナに続きまして登場しますのは、真田團藤の衆喜多です。真田三代の初代であり、戦国真田氏の活躍の先駆けとなった武将で、武田信玄に仕え、その希望を持って統一城攻略などその功績により武田家臣不動の地位を築き、武田24将に数えられました。受賞いたしますのは天保寺事務局次長小林信玄様です。従いまして、優待は松代藩文部学校武道会の皆様です。続いては、真田阿波之助正幸です。正幸は、真田義孝の三男であり、長篠の戦いにおいて、長男、信綱と次男、正輝が戦死したため、真田家の家督を継ぐこととなりました。武田家の希望のうち、真田家の存続をかけて戦乱の世を引き抜いた武将でした。正幸は川中島の薩摩に15歳で初陣しました。その激戦の彼方、武田信玄の身代わりとなって壮絶な戦死を遂げた弟の武田信玄の信玄に反面にして、正幸は次男にその名をいただき信玄と名付けました。これが後の真田義村です。受賞いたしますのは、公募でご参加の九州真っ白ロイヤルホテル支配人内山和樹様です。従う赤島へ旅行さんは九州真っ白ロイヤルホテル2つの皆様です。続いては真田左衛門の皆様には、真田義村でおなじみですが、お坪の文章の中に南波真田三大使が大人気となり、義村と知ることの方が一般的となります。義村は父正幸と共に関ヶ原の戦いでは大阪方に出場しました。敗戦後、兄徳光の尽力で一命を取り締め、黒山に一歩かけられました。大阪の陣では真田丸を築き、大として押し寄せる徳川方を侵犯されました。受賞いたしますのは、一般公募でご参加の内山和弘さんです。内山様はご自身でお勤めになりました一丸の八村の発出を活用する必要です。岸さ
抗う赤くない発信隊は、八千代南高校の先生と生徒の皆様に。着用する発信隊の長きには、まるで発信隊の皆さんが出席したものです。市村さんに続いて登場いたしますのは、電力市長憧れ隊の皆様です。この際にご参加の皆さんは、駅付近の皆さんで、以上も2枚で参加していただきました。それでは皆様をご紹介いたします。愛知県からお越しの近藤純一様、本都市様、埼玉県からお越しの秋元直子様、石川県からお越しの坂口博様、坂口浩太君親子、群馬県からお越しの野村秀夫様、坂本清隆様、清水孝夫様、浅井義雄様、斉藤直樹様、山梨県からお越しの大塚直樹様、島根からお越しの西井雄一様、赤羽純也様、森山康弘様、長野市内からお越しの倉石和彦様、そして自身の甲冑で参加の八千代南高校、宮沢秀之君、平坂拓也君、上原正弘君、木村博君、武田健一君、永井雄一君、同じ手術の甲冑で参加の松代甲冑隊の皆さんです。真田三代に続く行列を先導する先払い隊は、松代町の松田隊の皆様です。会長は黒賀雄一さんです。真田祭やりくり保存会によるやりくり隊です。昭和62年の保存会結成以来、26年間欠かすことなく出演してまいりました。また横浜みなと祭りや山形全国やっこ祭りなど多くのお祭りに出演しています。加賀修司さんを頭とする庭園祭です。見物の大熊木槍は重さおよそ30キロあり、槍を振ることにより幅2メートルまで増やします。どうぞご覧ください。槍切りの先頭に一番老いの旗を掲げて、征夷大将軍徳川家康、本田中津方の人忠勝の登場です。徳川家康は皆様ご存知の通り、徳川幕府を開いた戦国時代を代表する人物ですが、体家とも深い関わりがあります。徳川軍は第一次上田合戦においては、真田正義、信義親子と戦い大敗を喫しましたが、その後真田家が徳川家の家主代表となり、信義が家康に仕えるとその軍略に触れ、また信義の芸術家の流れに入り、徳川家に深く取り組むため、本田の中に取り組め、家主の土地の小松殿を領主として信義に行ってきました。本田忠勝は徳川四天王に挙げられる徳川家の一人であり、その遺言を果敢したから豊臣秀吉からも兵庫地域の夫婦と称賛されました。また関ヶ原の戦いの時、真田家の後ろ盾として尽力されました。徳川家康を演じますのは、脇沢昭一長野市長です。本田忠勝を演じますのは、長野商工会議所北村正弘副会長です。菊池さんの皆さん、鉄砲隊は株式会社ビッグショップの皆様、対抗隊は長野市消防団、大名方面、松代ブロックの皆様です。交代。
第6門戦山取試合に十文字ありに続き真田十万石初代に関する真田一之助の呼び行きの登場です。真田正幸の着難で真田幸村が兄になります。関ヶ原の戦いは徳川方について戦いました。戦後父正幸弟幸村の助言三代が真田家の存続に奔走し徳川家康の死後上田より松広に移転されました。藩主としての規定は三十数年に及び松広藩に移る真田家の基礎を築き93歳の天寿を全うしました。受賞いたしますのは真田家十四代の真田幸村です。従い鈴木以降をはじめ真田家が真田家の皆様です。続いて、津浜市を先輩に登場するのは、信之の正室、小松殿です。本田忠勝の長女で、徳川家康の養女として、信之のもとに移りました。最初の誉れ高く、犬伏の別れ、小松姫の婿選びなど、さまざまな逸話が残されております。小松殿は、徳川家と真田家を結ぶ架け橋のような存在でした。一方、黒山に戦争になった正幸、幸村に戦争や物資用品を送りなどの配慮を行われず、要塞戦争に困ってました。受賞いたしますのは、公募でご参加の長野商工会議所議員、市川里美様です。続いて、女の者は、松代藩文部学校、舞踏会の一般公募の皆様です。続いての登場は神原別姫年です。神原氏は真田家と同じ日比の一族で武田氏の一族により真田正幸の使いだと言われています。父重忠は沼田さん真田家の長家老で日比年は2代沼田より松戸の入れ目の時これに従いました。また重忠は信政の娘を妻に見取っています。神原長山はその子孫で文武両道に長年にわたって藩の主太郎を務めました。
番公募でご参加の神原家益栄、神原正直様です。従う方は松代高校の皆さんです。続いて個室で登場は真田信之と小松殿の娘、長女万平と次女正姫、信之、杉浦兄弟の姉村松殿です。万平は島原藩御所代官房法律正しく正姫は正姫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 二人が村松殿に宛てたたくさんの手紙が残されており、お会いしてお話をしたいとの文字も残されております。弟二人で気遣う優しい女性だったようです。大臣を演じますのは、一般公募でご参加の宮崎美優さん。正姫を演じますのは、同じく一般公募の木巻うららちゃん。村松殿を演じますのは、公募でご参加の長野町総会議所議員、山浦悦子様です。寄り添う腰元、女性は松代高校の皆さんです。内村の姫、アグリ姫とオウレ姫です。アグリ姫は愛知藩、賀茂郡。オウレ姫は伊達家重臣、片倉氏に嫁ぎました。アグリ姫、オウレ姫を演じますのは、一般公募の中澤まなみちゃん、ゆうかちゃん姉妹です。腰元衆は一般公募でご参加の皆さんです。続いては上位登場は二代目真田大臣信政。信政は大阪の神父徳川司として参勤いたしました。その後萩島藩、一万石、沼田藩、三万石、松代藩、十万石の藩主を歴任しました。受賞いたしますのは中野区議会議長竹内太郎様。友侍は初歌の歌人間公演の皆様です。初歌の歌を通じ松代と人都市交流を続けている中野市、新潟県糸魚川市、島根県浜田市の皆様に毎年ご参加いただいております。最後に登場いたしますのは三代藩主真田一郎藩の一日です。一日は信政の六男で
落下2歳で加速を切りました。充実、充実、文学にかけ松代藩文武両道の礎となりました。また幕名により松代を松代城と改め、今も松代城主としてその名が残っております。起乗いたしますのは長野県信用組合松代支店長西川拓郎様です。従います友侍は松代金融団の皆様です。以上、西国の真田一族の行列をご紹介いたしました。続き真田十万石祭りをお楽しみくださいませ。お知らせいたします。行列は順次法律みたいに立っております。この後一旦体制を整えるため休憩をいたします。行列は順次法律みたいに立っております。この後一旦体制を整えるため休憩をいたします。行列の再開予定は2時半です。行列の再開は午後2時半頃を予定しております。お知らせいたします。行列は順次法律に向かっております。この後一旦体制を整えるため休憩をいたします。行列の再開は歩行者天国内に始まりました。
お知らせいたします。真田十万石行列はただいま小売シーズンにおいて体制を整えるため休憩を行っております。また加山さん東側にて大砲の発砲をこれから行います。大変大きな音がいたしますので近くの方はご注意ください。繰り返します。加山さん東側において大砲の発砲を行います。大変大きな音がいたしますので近くの方はご注意ください。
たします。この後、大砲を合図に長野県警察音楽隊の皆さんのパレードが中町東海道沿いに開催されます。この後、大砲を合図に長野県警察音楽隊のパレードが中町東海道沿いに開催されます。
この後、大砲大地で花田祭り行列一杯は中松交差点に向けて行列を再開いたします。しばらくお待ちくださいませ。このあと開放大地で花田祭り行列一杯が中町交差点に向けて行列を再開いたします。繰り返します。このあと開放大地で花田祭り行列一杯が中町交差点に向けて行列を再開いたします。